サマーさんおっしゃる通りで、ナオミは決勝まで行きました、うん、フェデラーにファイナルセットに負けました、うん、出し切っちゃいましたね、はい、っていうか、2人のトークがいいって感じですよね、そうですね、はい、ね進化してるポイントもあるんですよ、それがサーブの進化ということで、今大会の